南京大火災の生存者が語る恐怖の脱出劇中国の若者食を買う市場を暴露国有企業は20万元中央企業は45万元貴州省の山火事の中繁栄の巨像を演出「各位观众大家好今2月27日の夜23日期二、欢迎收睇疫情最前線 a c 恐恐ろろししかかっった、た。本当に江蘇省南京市宇歌大工名称青園6棟20階に住む李獅子さんは中学生の息子と脱出したことをそう語りました2月23日早朝にこの棟で火災が発生し少なくとも15人が死亡44人が負傷しました 2月24日夜大紀元の取材に応じた李さんは脱出のことを思い出すと今でも恐ろしいと言います当時予想外の出来事が多くてちょっとしたミスでも助からなかったかもしれないと語りました23日午前4時39分頃李さんは就寝中に「助けて」という叫び声で目を覚ましましたカーテンを開けると外は農園が上がり火事だと気づきました 彼女は急いで別の部屋で寝ていた息子を起こしました。そしてこう話しました。息子の一式の服を持った。私はズボンを履いていなかった。携帯電話と鍵を持ったらそのまま外に逃げた。ドアを開けた時、廊下全体が煙で充満し、何も見えませんでした。隣人たちも家から飛び出しましたが、煙でお互いの姿が見えませんでした。李さんは何か大変なことが起こったと思いました。 息子を引っ張って非常通路から下に逃げました濡れタオルも持ってこなかったし対策もしなかった思い出せなかったからだと述べています数回を駆け下りましたが降りられなくなり上に引き返しましたがそれもダメで煙はどんどん大きくなっていきました その時何回か分かりませんでしたが幸いにも非常通路に窓があり多くの人が窓の前に立って交代で窓から頭を出し新鮮な空気を吸ってやっと助かりました李さんによると息子は自分よりもずっと落ち着いていて窓から息をするようにと言ってくれました しかも息子は携帯で119番にかけ消防士は家の中に火がない場合は家の中で救助を待った方がいいと教えてくれたと言います李さんは次のように振り返りました私たちはその時すでに外に出ていて戻ることはできなかった私はめまいがしていて足が弱っていて逃げれないと思った誰かが私の子供を連れて逃げてくれないかと思った その後消防士たちは比較的安全な場所なら動かずにそこにいるようにと言いましたしばらくして上から消防士が降りてきて1階に連れて行ってくれて外に出たといいます未だに非常通路に何人の人がいたのかわからず最後はただ消防士について行くのに精一杯だったそうです外に飛び出した後自分と息子は真っ黒になっていたといいます 自分はズボンを履いていなかったのである女性がズボンをくれてしかもお湯を注いでくれたといいます現在この親子と500人以上の住民に対しホテルが手配されいつまで住み続けるのかもわかりません逃げ出してから腕や体に傷があることに気づき息子と一緒に病院で全身検査をしましたが特に異常はありませんでした 李さんは私はもうここには住みたくないし多くの人がそう思っているはずだ今後地域社会がどう動くか見てみると胸の内を語りました彼女が住んでいる20階はそれほど深刻な火災ではなくそれより上が深刻だと言います今どうなっているかは全くわからないそうです当局の報告によると今回の火災は6棟の高架駐車場に停めてあった電気自動車から出火しました 34階が焼け火の勢いは1階から上に向かっていきました6棟には計762人の住人がいますこの団地では2020年から近隣住民が街道やマンションオーナーに高層階にある電気自動車の問題を訴えてきましたが実質的な対策はありませんでした 2019年には多くの住民が高層階に電気自動車を駐車し火災が発生したため苦情の引き金となりました次のニュースです中国の若者の失業率は依然として高いです当局による求人の背後にある内情は求職者を怯えさせています調査によるといわゆる公募枠には裏で価格が明示されています 国有企業に入るには20万元約418万円中央企業は45万元約940万円となっていますこれは新卒者にとって就職をさらに難しくしている状況です最近中国版フェイスブックの証拠書で莫大なお金を使って仕事を買ったという話題がネット上で広まっています 中国メディア新鸞網の記者が調査したところ商工書などの中国 SNS には見かけだけが立派な企業が多数存在することが分かりました例えば表向きはコンサルティングサービス会社ですが実際の主な業務は仕事の採用枠の売買ですこれらの企業は異なる役職や仕事に明確な価格をつけています公私婦などの大手民間企業の仕事は万元単位からです 一部の国有企業は20万元前後で正規雇用枠の中央企業の採用は45万元以上です吉林省長春市の修士新卒の古慶さんは面接に何回も失敗し落胆していましたしかしある日証香所で自分が面接を受けた仕事は14万元約292万円すると表示されていることが分かりました こけいさんはインタビューの中で当初は地元の私立大学に教師として残るつもりだったが何度も面接に落ちたと語りました暇つぶしに証拠書を見ていたところある求人広告を発見しましたなんと面接を受けた仕事ばかりでした面接は意味がないお金を払わないと意味がないと嘆きました 古径さんのルームメイトもまた仕事を買うのが正当だと早くから気づいていましたそこで海南に出稼ぎに行き30万元約627万円をため地元に帰って安定した仕事を買う道を選びました報道によると商工所など中国の SNS では多くの人材紹介会社が見かけは立派であるが内容が伴わない状態だとされています 吉林省紳士人力資源のスタッフは新乱網の記者に対してこう伝えています彼ら経由で正規職員の仕事を求める場合筆記試験は必要なく直接面接を受けることができるまた応募者が基本条件を満たしている限りスムーズに合格することを保証するしかし半額の手付金を先に支払い契約に署名する必要がある 面接に合格し正式に着任した後に残金を支払うことになる関連する報道は現在中京によって削除されていますがその内容は他の SNS で転載されています報道によると不良産業チェーンの推進により安定で品位のある仕事は若者にとってますます見つけにくくなっています 田舎に戻った若者たちは多くの地域で多くの良い仕事がお金で買われていると率直に言いますお金を払わないと仕事に就けなくなってしまったと語っています中共の公式統計によると去年中国の16歳から24歳の若者の失業率は連続して6ヶ月上昇し6月には過去最高の21.3%に達しました しかし外部からの一般的な見解では中国の若者の失業率の実際の数値は公式の数値よりもはるかに高いとされています北京大学経済学部の張丹丹准教授は去年若者の失業率は過小評価されている可能性があると題した論文を発表しました この中張准教授は計算によると2023年3月までに中国の若者の失業率の最大値が46.5%に達したと示しています就職ができない社会の現実に直面する中ますます多くの中国の若者が寝そべりを選択するようになりました多くの人が寺院に参拝に行き運命の転換を祈願するようになりました そのため政府ではなく神仏に求める現象が生じていますその後寝そべりの歌が生まれソーシャルメディアで大流行しましたこれらは中国の現代の若者の現実に対する無力感や中共に対する不満を表現しています政治評論家の李林一氏は大紀元に対して中国で見られる寝そべりの歌は中共にとって決して良いことではないと述べています李氏はこう指摘しています なぜならこれらは人々の思考に潜在的に影響を与えるからである多くの人がこの歌を歌ったり歌の通り行動したりすると無意識のうちに一種の難抵抗が形成されるつまり当局が人々に何をするよう命じても彼らは中共の言うことを聞かずこの歌の内容に従うことになる最後のニュースです 中国の新年期間中中共が国家基金を利用して株式市場を救済し大幅な利下げで不動産市場を刺激して繁栄の時代の巨像を演出しましたそんな中西南部の貴州省で森林火災が発生しました初めの10日間中共は関連情報を厳しく封鎖していました 2月10日以降紀州省の紀陽市や準義市など20以上の市と県で特大規模の山火事が相次いで発生しました被害面積は台湾の2倍に相当しますしかし中国のメディアが報道するのは21日まで待たなければなりませんでした 2月22日公式発表によると2月10日から21日までの間に貴州省全体で221件の森林火災とみられる火災が発生しそのうち11件が森林火災であることが確認され2人が死傷しました中共政府はこれまでこの種の災害情報について真実を隠蔽し捏造してきたことが知られているためこの発表の信憑性は疑わしいです 大紀元が入手した情報によると中京政府は紀州省の森林火事の情報を封鎖するよう命じています紀州省紀安新区で救助活動に参加した村民宋陽氏は大紀元にこう伝えています山火事に関する動画をインターネット上に投稿した後地元政府の街道事務所からのメッセージを受け取った そのメッセージには彼の動画がネット監視担当に発見されたとし削除するよう要求されていたソ陽氏はこの問題について再び話すことができず話したら刑務所に入ると述べましたさらにインターネット上には馬場派出所警察署のタイと呼ぶ補助警官が発信したとされるショートメッセージが広まっています このメッセージでは火災を目撃した場合友達グループや TikTok に動画を投稿しないでほしいもしネット上で悪い影響を引き起こすようなものを投稿したら法的責任を負うと警告されていますこの期間中中共政府は繁栄の時代の虚像を築こうと努力していました 通例では中京第20期中央委員会第3回全体会議は昨年秋に開催されるべきでしたこの会議は経済発展の方向を指し示すための重要な会議ですがなかなか開催されませんでした同時に当局は経済の衰退や人々の失業の苦しみを隠そうとし安定を取り繕おうとしています 去年6月当局は16歳から24歳の若者の失業率が21.3%に達したと発表しましたしかしその数字の発表を半年停止した後去年12月中共国家統計局は若者の失業率が14.9%に減少したと発表しました しかしこれは労働市場に実質的な改善があったわけではなく中共が統計のサンプルを変更したためですつまり6200万人の在庫成分を除外したのです中国の株式市場と不動産市場も大変な状況です不動産情報サービスのクリックの最新データによると今年1月中国のトップ100の開発業者の新築住宅販売が大幅に減少しました 販売額は328億3000万ドルで前年比34%減少しました中国の新年を前に中国の株式市場は引き続き下落し市場価値は2021年の最高値から60%以上下落し2兆ドル約300兆円近くが失われました 中国の経済が低迷している状況下中共のトップである習近平は2月8日の朝新年の挨拶の際に中国の経済成績は世界中で依然として風景はこの辺りが一番良いと主張しました台湾の半導体専門家でベテラン経済コラムニストの林光文氏は9日大紀元の取材に応じ 州の言葉は大プロパガンダであると指摘しました私たちはよく株式市場を経済のショーウィンドウだという中国の株式市場は現在どのような状況になっているのか不動産市場はどのようになっているかこのような状況がどうして風景が一番良いのかわからないこれは明らかに聞こえの良い言葉を話しているだけだ 実際には州の抱えている問題は非常に大きい問題だ。今日の疫情最前線就到呢度，多謝各位收睇。守護真相絕對唔會放棄，我哋嘅堅守需要大家大力嘅支持，更加需要大家訂閱我哋。p a t r e o n 我係 Zack，下次再同大家見面。Hey,